2年前に振った後輩とアルバイト先で再会。かつては友達としか思えなかった彼女が次第に気になり始める。男目線で描かれるストーリー展開、男心を知りたい女性は必見。逆転の主従関係から生まれる青春ロマンス、リフィール。